ほう、ここからの眺めは懐かしいぞ。カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ、カリン、人質に取られるようじゃ足でまといな。てめえ、絶対許さねえからな。すまなかった。許さごときと思っているサメロが、このろくでなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリ。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も兄じゃ。思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい。だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちがオロチマルとやら、お前はまあいい。他のものが問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで？バカな。かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。行くぞ。ああ、始まっちゃったよ。分かっている。こちらも思い切りやらねば失礼。どうなされたのです、星田マスク。この戦いで認められたら、僕ら戦争に参加しなきゃならないんだよね。じゃあ逆にここで手を抜いて負けていけば。水月。はいはい、ただ言っただけだよ。分かってるよ、目はつかないよ。そこだ。さあ、あれ、
けてる。そのようだ。この感じ、何か仕掛けてくるな。さて、試してみるか。自分の力見せてやろう。なんかやばそうなんだけど。はい。すっきりしたぜ。僕がやろうか。すっきりしたぜ。おい、いけるぜ。おくりの術を。僕がやろうか。受けてみな。彼らを相手にここまで粘るとは。これだけの力があれば強化を下らすのはまだ先だ。黒竜の術、片付けるぞ。そりゃ損なったか。何を遊んでいる。水筒水筒は水月。やっぱ僕だよね。持たないで。サマカス。やりおる。どうする？このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。ああ、サスケ！待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。マダラ、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。
時来たる。忍びの世がため仲間と共に戦う者、忍びの世がため闇と共に走る者、先を見据えし領有がついに自称教頭の将。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。you